エモペグランドでランニングをしている広瀬すずちゃんを見つけた僕は、広瀬すずちゃんが踏んだ土をポケットに入れて持ち帰ろうとする。すると広瀬アリスさんに、え、ここの土って何かご利益があるんですかと聞かれ、焦った僕は、砂金が取れるみたいですと答え、広瀬姉妹と一緒になって取れるはずのない砂金を探したい。大変だな、これは身から出たサビだな、本当にな。身から出たサビがあの味になるといいわね。あ、奥さんの方の真似したんですか今。円楽師匠の真似。身から出たサビがね、サビもね、あの味になるからね。不倫どんどんしてください。はーい。どんな奥さん。どんどんしてください。すごいな。ラジオネームキノピ。芸能人大運動会に一般参加した俺。障害物リレーにエントリーをし、バットをおでこに当てぐるぐると回る。10回回った後ゴールではなく一直線に深田恭子ちゃんの胸に向かって猛ダッシュしダイブ。あと3メートル、2メートル、1メートルというところで鼻の下にニーキックが炸裂。惜しかったねと笑顔で一言かけてほしい。まあな、まあ、うん、バットを10回ぐるぐるあるあるだな。そんなあるあるある、ね、2キック飛んでくる。そんなコントロールできない、あれマジで強烈だからな。ラジオネームスペルマン。ノーパンで街を歩いていると後ろから桜井日奈子ちゃんにズボンをサッと下ろされた。ああごめんなさい、人違いでした。焦っている日奈子ちゃんに、あ、大丈夫ですよとクールに答え、そのまま街を徘徊した。捕まる。わかるわけないだろ。ラジオの起きてるし、ダンレイさんと差し飲みで盛り上がり便所に行こうと思って立ち上がって歩き始めたところ、股の間からシュッと手を入れられて、金もみ一物を強く握られてしまった。小悪魔っぽい笑みを浮かべたダンさんの顔を見ながら、こりゃ一本取られたなと頭をかきつつ、ションベンをその場でジョボジョボ漏らして、わかる、わかる。なんで寿司君呆れてんねん、わかんねえのか。ノーマルだなお前は本当に。間違ってないですよ。よくこんな番組のディレクターやってられるな。そんなノーマルの性癖で。苦しい時もあるでしょう。あげときます。パン。ラジオネームゴブ狩り。僕の遺骨が入った骨壺。どういうことだ。僕の遺骨が入った骨壺を宝塚音楽学校のトイレに置いてもらい、未来のトップスターたちの痰を骨の髄まで味わいたい。宝塚のトップスターたちの痰壺使わねえよ。春一番さんじゃねえんだから、おかげにしろ。カーってやんないだろ宝塚の人たちが。ラジオネームワクワク短パン小僧。 FM 栃木。井川遥さんにそっくりな蝋人形を作り、お股の部分をライターで炙る。女つぼ。なんて読む。女のつぼって女つぼから滴る愛蜜を全てチンコで受け止め、人のぬくもり感じた。いや、いい加減でしょ。もう観音小説じゃないか。女つぼとかな。なんだそれ。まあまあわかるけどね。わかるんすか。ラジオネーム謎解きポテト。日曜日の夜中、軽部真一から、明日からまた仕事で早起きなのに寝れないから来てほしいと連絡が来たので、軽部の家へと行き、快楽を超えた後にやってくる睡魔が来るように頑張って軽部のアナルを丁寧に舐めたい。いや、言い返しよ。カッコつけるな。そんな趣味ないだろお前。カッコつけるな。カッコつけるなってお前すげえなんか、うん、なんかな、手だれだなと思わせようと思ってる。カッコつけすぎでバレるんだ嘘は。これ手だれか
どうかがちょっと僕ら、ね、ちょっとレベルが僕らにはちょっとつけてすぎてあれですけど、知らない言葉が多いな、誰なんですね、うん、ラジオネーム超重ギガジャクソン、セギお前奥さんのニョツボのことを思い出してんじゃないの。ニョツボが俺どの部分かいまいち。そんな言葉あるんですか。ラジオネーム、桃色ニョツバ、桃色ニョツボ Z。 いや、ニョツボ Z ないですよ、それは。ニョツボ Z ではないですから。それはあるね、 AV とかね、あるかもしれないですよ、そこはもう、はいはい、僕の好きなのは桃色クローバー Z ですから。桃壺ですね。桃壺ではないです。桃壺だ。桃壺じゃないですか。桃色です。桃色です、僕が好きなの。大丈夫、超重ギガジャクソン。おばさん祭りのおばさんでできたみこしを担ぐことになった俺。ちょっと待って、理解がない。おばさん祭り、もう一回読ました。ゆっくりゆっくりいきましょう。おばさん祭りのおばさんでできたみこしを担ぐことになった俺。みこしとはいえ人間なので、みこしと担ぎ手の息が合わないと大怪我につながる。前日に市民会館でお茶会をすることになった。俺が担ぐ部分を担当するのは松下ゆきさん。松下さんは、もしおっぱいが顔に当たっちゃったらごめんねと言ってくれて優しかった。そして当日、ふんどし姿で現れた松下ゆきさんは、他のふんどしおばさんたちと絡まり合い、見事なみこしになっていく。おばさんみこしは通常よりも重く湿っているが、大量に汗が流れてくるので水分補給が楽にできる。担いでいる時、重くて何度も腰が折れそうになったが、なんとか怪我もなく無事に終了。その後、打ち上げで松下さんと一緒に豚汁を飲み、来年もまたここで会いましょうと固く握手をしたい。バカじゃないの。何言ってんだよ。分かんない、ずっと分かんないです。めちゃめちゃ面白いです。面白いですね。エンジェル上げときます。すごい人いるな。すごいですね、おばさん、おばさん、おばさん見て全貌が全然わかんないよ。合体し合って一つになるんですかね。最後豚汁の虫も。ラジオネーム、お茶川龍之介。オナニー以外のおちんちんの使い道がわからなくなった僕は、おちんちんの細胞を採取し独自の遺伝子を発見。おちんちんの栽培方法をまとめた論文を理研に提出したが、誰からも信用されず、世間からバッシングを受けながら死んだ。そんな僕を哀れに思ったおぼかたさんに、おちんちんの栽培方法はありますと立証してもらいたい。してくれるわけねえだろう。またバッシング受けます。そうだよ。ラジオネーム、謎解きポテト。黒木春さんに、頑張ってください、私ずっと応援してますからと声をかけてもらいながら、いつも通り険しい表情をする松重豊のアナルに舌を入れ続けた世界記録。2時間17分を頑張って更新したい。何よ、黒木春さん、そんなこと応援してくれてんの。めちゃめちゃいい子じゃないかよ。松重さんのアナルに舌入れるやつ、頑張ってください。めちゃめちゃいい子だな。ラジオネーム、弟子の正彦。ハリーポッターの新作が出ると聞いた俺はオーディションを受けに行く。エントリーナンバー4番、よろしくお願いします。僕は、アナルで卵が割れますと言って審査員の前でやってみせた。しかし成功することはなく、卵の殻でアナルはズダボロ血だらけ。それを見た審査員からティッシュと10ドルを渡され、さりげなく帰らされたい。帰らされたいって何なんだよ。何なの、難しいな。分かるわけないだろこんなの。ラジオネーム、チェーンギャングファイブ。単身でニューヨークに行き、ゴミ箱を叩くドラムパフォーマンスを路上でやって小銭を稼ぐ。そこに偶然リアディゾンが現れ、
なけなしの一銭湯を僕に渡すが、僕は無言で首を横に振り、互いにボロボロでも精一杯生きていく勇気。共感した。なんなん、いい加減にしろって。カッコばっかり使いがって。以上、骨の髄まで味わいたい。宝塚のトップスターたちがタンツボ使わねえよ。春一番さんじゃねえんだから。加減にしろってやんないだろ、宝塚の人たちが。ラジオネームワクワク短パン小僧 FM 栃木。井川遥さんにそっくりな蝋人形を作り、お股の部分をライターで炙る。女ツボ。なんて読むか。女のツボって女ツボから滴る愛蜜を全てチンコで受け止め、人のぬくもり感じた。いや、いい加減でしょ。もう観音小説じゃないか。女ツボとかな。なんだそれ。まあまあわかるけどね。わかるんすか。ラジオネーム謎解きポテト。日曜日の夜中、軽部真一から、明日からまた仕事で早起きなのに寝れないから来てほしいと連絡が来たので、軽部の家へと行き、快楽を超えた後にやってくる睡魔が来るように頑張って軽部のアナルを丁寧に舐めたい。いや、いい加減しろ。カッコつけるな。そんな趣味ないだろお前。カッコつけるな。カッコつけるなってお前すげえなんか、うん、なんかな、手だれだなと思わせようと思ってる。カッコつけすぎてバレるんだ嘘は。これ手だれかどうかがちょっと僕ら、ね、ちょっとレベルが僕らにはちょっとつけてる、ね、知らない言葉が多いな。手だれなんですね。ラジオネーム超重ギガジャクソン。セギ、お前奥さんのニョツボのことを思い出してんじゃないの。ニョツボが俺どの部分がいまいち。そんな言葉あるんですか。ラジオネーム桃色ニョツバ、桃色ニョツボ Z。 いや、ニョツボ Z ないですよ。それはニョツボ Z ではないですから。それはあるね、 AV とかね、あるかもしれないですよ。そこはもう、はいはい、僕の好きなのは桃色クローバー Z ですから。桃ツボですね。桃ツボではないです。桃ツボじゃないですか。桃色です。桃色です、僕が好きなの。大丈夫、超重ギガジャクソン。おばさん祭りのおばさんでできた神輿を担ぐことになった俺。ちょっと待って、理解がない。おばさん祭り、もう一回読ました。ゆっくりゆっくりいきましょう。おばさん祭りのおばさんでできた神輿を担ぐことになった俺。神輿とはいえ人間なので、神輿と担ぎ手の息が合わないと大怪我につながる。前日に市民会館でお茶会をすることになった。俺が担ぐ部分を担当するのは松下ゆきさん。松下さんは、もしおっぱいが顔に当たっちゃったらごめんねと言ってくれて、やさんとしてください。すごいな。ラジオネームキノピ。芸能人大運動会に一般参加した俺、障害物リレーにエントリーをし、バットをおでこに当てぐるぐると回る。10回回った後ゴールではなく、一直線に深田恭子ちゃんの胸に向かって猛ダッシュしダイブ。あと3メートル、2メートル、1メートルというところで鼻の下にニーキックが炸裂。惜しかったねと笑顔で一言かけてほしい。まあな、これは、うん、バットを10回ぐるぐるあるあるだな。そんなあるあるある。ニーキック飛んでくる。そんなコントロールできない、あれマジで強烈だからな。ラジオネームスペルマン。ノーパンで街を歩いていると、後ろから桜井日奈子ちゃんにズボンをサッと下ろされた。ああごめんなさい、人違いでした。焦っている日奈子ちゃんに、あ大丈夫ですよとクールに答え、そのまま街を徘徊した。捕まる。わかるわけないだろ。ラジオの起きてるし、ダンレイさんと差し飲みで盛り上がり、便所に行こうと思って立ち上がって歩き始めたところ、股の間からシュッと手を入れられて、金もみ一物を強く握られてしまった。小悪魔っぽい笑みを浮かべたダンさんの顔を見ながら、
こりゃ一本取られたなと頭をかきつつ、しょんべんをその場でジョボジョボ漏らして、わかる。なんで辻君呆れてんねん、わかんねえのか。ノーマルだなお前は本当に。間違ってないですよ。よくこんな番組のディレクターやってられるな。そんなノーマルの性癖ね。苦しい時もあるでしょう。あげときます。パン。ラジオネームゴブ狩り。僕の遺骨が入った骨壺。どういうこと。ね、僕の遺骨が入った骨壺を宝塚音楽学校のトイレに置いてもらい、未来のトップスターたちの痰を骨の髄まで味わいたい。宝塚のトップスターたちが痰壺使わねえよ。春一番さんじゃねえんだから。おかげにしろ。カーってやんないだろ、宝塚の人たちが。ラジオネームワクワク短パン小僧 FM 栃木。井川遥さんにそっくりな蝋人形を作り、お股の部分をライターで炙る。女つぼ。なんて読むか。女のつぼって書いて。女つぼから滴る愛蜜を。大変だな。これは身から出たサビだな、本当にな。身から出たサビが、味になるといいわね。あ、奥さんの方の真似したんですか、今。円楽師匠の前から出たサビがね、サビもね、あの味になるからね。不倫どんどんしてください。はーい。どんな奥さん。どんどんしてください。すごいな。ラジオネームキノピー。芸能人大運動会に一般参加した俺。障害物リレーにエントリーをし、バットをおでこに当てぐるぐると回る。10回回った後ゴールではなく、一直線に深田恭子ちゃんの胸に向かって猛ダッシュしダイブ。あと3メートル、2メートル、1メートルというところで鼻の下にニーキックが炸裂。惜しかったねと笑顔で一言かけてほしい。まあな、まあ、バットを10回ぐるぐるあるあるだな。そんなあるあるある。2キック飛んでくる。そんなコントロールできない、あれマジで強烈だからな。ラジオネームスペルマン。ノーパンで街を歩いていると、後ろから桜井日奈子ちゃんにズボンをサッと下ろされた。ああ、ごめんなさい、人違いでした。焦っている日奈子ちゃんに、あ、大丈夫ですよとクールに答え、そのまま街を徘徊した。捕まる。わかるわけないだろ。ラジオの起きてるし、ダンレイさんと差し飲みで盛り上がり、便所に行こうと思って立ち上がって歩き始めたところ、股の間からシュッと手を入れられて、金もみ。一物を強く握られてしまった。小悪魔っぽい笑みを浮かべたダンさんの顔を見ながら、こりゃ一本取られたなと頭をかきつつ、しょんべんをその場でジョボジョボ漏らして。わかる。なんで辻君呆れてんねん、わかんねえのか。ノーマルだなお前は本当に。間違ってないですよ。よくこんな番組のディレクターやってられるな。そんなノーマルの性癖ね。苦しい時もあるでしょう。あげときます。パン。ラジオネームゴブ狩り。僕の遺骨が入った骨壺。どういうこと。死んでる。僕の遺骨が入った骨壺を宝塚音楽学校のトイレに置いてもらい、未来のトップスターたちの痰を骨の髄まで味わいたい。宝塚のトップスターたちが痰壺使わねえよ。